はい、おはようございます。ナスカワでございます。本日の動画はですね、もう最近めちゃくちゃ話題となっております、あなたの心をわしづかみさんに訪れております。こちらのお店はとにかく豚骨が濃厚みたいでして、メニューで提供している通常の豚骨ラーメンでも通常のお店に比べると約2倍ほどの濃度で、一番特濃でありますわしづかみ豚骨というメニューであれば約他のお店の5、6倍ぐらいね、これの濃度があるらしいんですよ。なので今回はそちらの通常メニューであります豚骨とわしづかみ豚骨2種類をね、交互に食べ比べしてみて、まあ、どんなねちょっと違いがあるのかっていうのを楽しんでいこうかなと思っております。もちろんラーメンだけではなくてご飯物とかね、替え玉も注文する予定ですので、今話題のあなたの心をわしづかみさんの全てをね、今日の食事で楽しんでいこうと思います。ということで、ただいまね、ラーメンの豚骨ですね、こちら最初に到着いたしましたので、早速ね、いただきます。あー、確かに通常のね、豚骨でも全然濃度は普通のよりも高いですね。そしたらちょっと麺かな。こちらの麺いただきます。うまいわ。博多にあるね、豚骨系のお店でものすごくね、珍しい全粒粉の入った中太麺を使っておりまして、こうね、濃度の高いスープにねしっかりと絡みついて、これがねまたうまいです。ものすごく相性がいい。で、ちょっとね、一緒にご飯物でこちらチャーシュー丼も頼ませていただきました。うん、うまでも普通の豚骨でこの濃度すごいな。うん、すいません、替え玉の全部のせお願いします。で、こちらの穴わしさんの特徴として骨、醤油、水のみで作ったラーメンでして、追加で塩や化学調味料を加えてないんですよ。でもね、やっぱり濃度が高いんで無加調なんだけど満足感とか出汁感もしっかりあるラーメンですね。いやー、うまい。うまい。ありがとうございます。豪華ですね。ありがとうございます。これで250円なんですか。はい、ものすごくお得ですね。価格破壊ですね。ちょっと今ね、替え玉をいただいたんですけれども、これ全部のせ注文させていただきまして、麺料とかトッピングもそうなんですけど、替え玉これ250円なんですよ。価格ありえなくないですか。具材の豪華さと量で言ったら、普通に油そばの1杯少なめぐらいのこのトッピング量とかあるんで、これはね、5、600円取られても文句言えないぐらいのすごいよ、これ。よいしょ、熱さ。いやー、うん、やっぱうまいな。あ、うまい。うん、本当改めてね、この濃度で穴わしさん出してる一番ね、濃度の低いラーメンですけど、とてもね、低いとは思えない。で、この
もラーメンね、塩分濃度計とかで測ると普通のラーメン屋さんに比べても半分ぐらいの塩分量らしいんですよ。でもやっぱりもともとその骨感、これね、出汁感がしっかりと濃く出てるので薄いって気は全くしないですね。満足感は間違いなくあります。うん、あーうまい。痛風になってからはちょっとね、会員を避けてるんですけど会員してしまいました。いや、またお疲れ様です。そしたら続いてね、わしづかみ豚骨一番特納のもの行ってみましょう。お待たせしました。ありがとうございます。わしづかみ豚骨とご飯ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、香りが全然違う。すいません。ということでね、わしづかみ豚骨到着いたしましたので、こちらも食べていきたいと思います。いただきます。さっきのね、豚骨と比べるとすくう際のこのとろみ、粘度とか濃度もやっぱりね、こっちの方が全然濃いですね。あー、うまいですね。本当に骨と肉のポタージュですね。やっぱ見た目とかで想像してるとゴッてくるんだろうなと思うんですけど、飲んでみるとふわーっと広がる感じで、塩分が強すぎて食べれなかったとか書いてあったりましたけど、絶対ありえないですよねこれね。でも本当にこの濃度なんですけど、獣臭さだったりとかアクの感じとかが全然感じなくて、本当にまろやかですよね。これ食べてみないとわからない味ですね。いや、うまいな。舌触りもね、喉越しもとっても滑らか。一言で言うとシルキーな豚骨でも、かといって豚骨ラーメンとは全くの別物だと思います。うまかったです。あ、やべえ、忘れてた。替え玉を忘れるぐらい夢中で飲んじゃってました。これだけでもいただいていいですか。いや、もう今全然忘れてました。本当に忘れちゃってた。すみません。あともお好みで。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。何倍でも食えちゃいますね。何倍でも食えちゃいますね。本当にこういう豚骨でこういう麺が多分採用しようって思えるのも、やっぱり宮崎の辛麺とかもあるじゃないですか。そのもちもちのやっぱその文化の違いのおかげでこれができてるじゃないですか。絶対にやっぱり濃度も半分ぐらいで止まってたと思います。うん、自分を始めたんで、そのまんまの自分であり続けられて、その時に1万人お願いしますっていう、うん、そのお肌からチャンネルじゃないすごいと思って、うん、いわゆる僕ら名なんで、無名に合わせた。でもこれから本当に日をごとにどん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 、あの大将に会いたくて来る人もいっぱい増えるでしょうね。